メジリ、トラウィは、チュニジアスース出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは、守備的ミッドフィールダー。母国のチュニジアでは主に、エトワール・サヘルでプレーチュニジアリーグや、チュニジアカップで優勝し、アフリカを代表する、クラブ国際大会であるカフ・チャンピオンズリーグやカフ、コンフェデレーションカップにも出場。両大会で優勝を果たす。アフリカ王者として、 フィファクラブワールドカップ2007にも出場。3位決定戦では、浦和レッズと対戦。フル出場するものの、PK 戦で自ら蹴った PK を、GK、鈴木竜太に止められ、チームは敗戦。4位が決定する。2008年5月に、オーストリアブンデスリーガの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。2017年1月、フルスであるエスペランスチュニスのテクニカルスタッフの、 一員となった。2004年にはアテネオリンピックに出場。チュニジアへ代表では15試合に出場、4得点を決めている。また、アフリカネーションズカップ2008にも出場、準々決勝進出を果たしている。ありがとうございます。